今まさに目の前でスリの瞬間がありました。ちょっと急いで動画撮ったので今から見ていただきます。ちょっと待って、あ、大丈夫、あの人狙われてない？あ、狙われた。 Hey, hey. Sorry, Watch out, she's trying to steal your iPhone. Give me my phone.No, my iPhone was stolen, a week ago. She was showing my paper, and my phone was on the table, and she stole it like that. Did you leave your iPhone on the table? Yeah, a week ago. That's why I got iPhone 13. Yeah, yeah. Oh my god! She was literally trying to steal your iPhone. Really? Yeah. Yeah, because she covered, because the phone was here, and then the second I was like, where is my phone? It's weird because she didn't come this way. She went all the way from the back. Yeah, she came from behind. That was so weird. Thank you so much. Thank you so much, guys. Oh my god, I'm glad I saved you because I was the one who was stolen. で、前動画でも報告した通り、私ロンドンのパブでスマホを盗まれました。いや、ほんと今日ちょうどここ来るまでの間にうちがどうスマホ盗まれたかみたいな話をシェアしてたところで、で、まさしくそれと同じ手口が目の前で起きたからびっくりしたでしょ。ね、やばかった。妊婦の人が髪を見せてきて、その間にスマホ盗まれたんだって話をしてたら、妊婦の人が髪を見せてきて、今日、あ、これこの手口と思って、ちょっとうちカメラ回すねって言ってカメラ回したら、もう違うテーブルに行ったんだけど、その隣のテーブルの子たちはこの手口のことを知らなくて、で、本当に間一髪スマホが盗まれる直前のところでレスキューすることができました。いやー、しゅんちゃんもロンドン来たばっかりだから気をつけて、はい、でもしゅんちゃんも周りで1回似たような手口があったんだよね。そうそんぐらいカフェで、カフェで髪見せてきて、やっぱカフェは、ね、狙われやすいと思う。しかもさ、結構このお店にぎわってるのにやっぱりアジア人狙ってきたよね、うん、やっぱアジア人は狙われるんで気をつけましょう。隣のテーブルも若干アジア人だね。そう、他の人がアジア人だから気をつけましょう。はい、動画内で何が起きているのか解説したいのと、改めて動画を見てみるといくつか気づく点があったので、そちらを解析したいと思います。で、この日はですね、友達とカフェでコーヒーを飲んでいて、テラス席に座っていました。で、ちょうどその時に私がスマートフォンを盗まれた話をしていて、妊婦の人が髪を見せてきて、その間にスマホが盗まれたんだよねっていう話をしてた、その直後に全く同じ手口のスリの犯人が近づいてきたので、あっと思って、私はその場ですぐにカメラを回したんですね。何か起きるかもしれないと思って、で、友達にスマートフォンとか全部隠してって言って、私たちのテーブルには一切何も物を置いていませんでした。なので私たちを狙ってくるのはちょっとおかしいなと思ってたんですが、おそらくこれ、この写真見てもらえば分かるんですけど、目線がずっと隣のテーブル見てるんですよね。だからおそらくなんですが、もともと本命として私たちの隣のテーブルの方がテーブルにスマートフォンを置いてたので、そちらを狙う前提でまず私たちのテーブルに来たんじゃないかなと思います。で、私たちのテーブルで声をかけて、その後すぐに隣のテーブルに移っていきました。で、私はちょっと怪しいなと思ってずっとこうカメラを構えて見てたんですが、その女性が明らかにおかしい角度で隣のテーブルに行ったので、あ、これは狙われてんじゃないかと思って急いで駆けつけました。そしたらですね、案の定その子が手元に置いていた携帯がすでになくなっていて、その iPhone のスリを未然に防ぐことが結果的にできたんですが、ちょっと動画を見てください。ちょっと待って、あ、大丈夫、あの人狙われてない？あ、狙われた。ヘイヘイ。で、ここで私がヘイヘイって声かけた瞬間なんですけど、ちょっと分かりにくいかもしれないんですが、この人が持ってる手元、よーく見ると髪の下にスマートフォンらしき黒い物体が見えます。おそらくもうこの人、髪をスマートフォンの上にポンって置いた瞬間、もうスマートフォンもがっちり掴んでるんですね。で、私がヘイヘイヘイって声かけたので、ここからはちょっと視界に入ってしまうんですが、とっさにスマートフォンをテーブルに戻しています。
Watch out, she's trying to steal your iPhone. で、私がスマートフォン盗もうとしてるよって言った瞬間、友人のアジア人の方がですね、気づいてテーブルの端っこに移動しているスマートフォンを確保します。で、彼女は自分の目の前に置いてあったはずのスマートフォンがなくなっているので、まあ、盗まれたと思って、とっさに犯人の手元などを探っていますね。iPhone。で、すでに友人が端っこに移動していたスマートフォンを確保していたので、これは未遂に終わったんですが、驚くのはこの犯人の落ち着きようですよね。私がスマートフォン盗まれた時の犯人も全く同じ様子でした。恐ろしいぐらい無表情なんです。私がこの現場を押さえたにもかかわらず、表情が一切変わらない。そして一言も話さないんですね。私はやってないよっていう弁明だったり、ノーノーノーという一言もありません。最後だけちょっとだけ犯行が未遂に終わったので、ちょっとこう怒ったような表情で私のことをこう見てきましたけども、まあ、それでも一切一言も話しませんでした。で、このスリの集団の特徴として、妊婦の方が多いんですね。で、おそらくなんですが、スマートフォンを盗んだ後テーブルから離れたら、すぐにその偽のお腹の中にスマートフォンを隠すんだと思います。なので、スマートフォンなくなったことに気づいて、急いで追いかけて、その女性を捕まえたとしても、妊婦の人のお腹を探ろうとはしませんよね。なので、お腹の中に隠すのが一番安全ということで、妊婦であることを装っているのではないかなと、私は推測します。で、動画を見返してたら、この犯人の方のポケットが、スマートフォンのようなシルエットが見えるんですが、おそらく2つぐらいスマートフォンらしいシルエットが見えます。まあ、これも今日1日で盗んできたスマートフォンなんじゃないかなと推測はできるんですが、まあ、そこは分かりません。恐ろしく手慣れた手つき。この狙われた女性も数秒の間にすでに自分のスマートフォンが移動していたので、本当に驚いていました。彼女らが観光客なのかロンドンに住んでるのか分かりませんが、彼女たちはこの手口を知らなかったので本当に驚いていました。で、私はもう直近で同じ手口に引っかかってたので、すぐに気づくことができたんですが、本当に知らないと、あまりにもいきなり突如として紙を持ってきた女性がスッと現れて、ほんの数秒の間にスマートフォンがなくなるので、これは知らないと本当にやられてしまうなと思います。なので、もし海外に友人がいる方、家族がいる方、それから海外旅行を考えている方とかに、ぜひこの動画をシェアしてもらえると嬉しいです。はい、ということで皆さん、ぜひ気をつけてください。